皆さんこんにちは、ワンダルグルピジです。今回は、信長の野望新生徳川家康編の続きをプレイしていきたいと思います。で、秀吉との全面戦争状態に突入してますので、この先の戦略、これをしっかり、考えてですね、確実に秀吉に勝利できるようにプレイを進めていきたいと思います。まず、政策面なんですが、基本的には練兵場を建てて、兵力の底上げ、総兵数を底上げして、秀吉軍との連戦、これに耐えうるだけの兵力を整えていきたいと思います。次に、具体的な秀吉との戦い方なんですけども、忠勝、これがですね、今秀吉との最前線にあたる軍団になってますので、引き続き忠勝を秀吉の最前線の司令官に当てます。で、同盟者である上杉景勝ですね。これもあわよくば秀吉の攻略に入ってもらいたいというふうに思います。そして、酒井忠次の軍団なんですが、これはですね、弱体化した織田の吸収を行っていきます。まあ、外交でうまく従属することができれば、そのまま戦争することなく取り込めるし、うまくいかないようであれば力攻めで織田を吸収。兵力が足りないようであれば家康自ら赴くという形にしていきたいと思います。では、ゆっくり時間を進めていきましょう。では、予定通りですね、酒井忠次の軍勢が織田領へ進行を開始しました。家康の本体もこれに続く準備を進めていきます。では、家康の本体も出陣しました。これで一気に織田を飲み込むというね、冒頭でお話した戦略、実行に移します。そして北陸の方ではこれも予定通りと言えると思うんですが、上杉景勝の軍勢が秀吉領に進行してくれてますね。うまくこれで、上杉勢が城を取ってくれれば、さらにね、秀吉の弱体化、これを行うことができそうです。本田正純が、豊洋に答えてくれましたね。正純もね、特に内政面で活躍期待できる武将です。では、高取城の攻略戦にありましたので、改めて高取城の情報を確認しておきましょう。城主は、織田家、信勝ですね。まあ、信勝のね、武将能力は、まあ、ご覧の通り、中の城というところかなと思います。では、これをね、うまく攻略していきましょう。武将がね、やっぱり、優秀な武将、まあ、蒲生氏郷なんかもいるし、是が非でもね、これはまるっと召し抱えたいなぁなんて思いますよね。一応ですね、五詰めの部隊も出しましょう。駿府城から兵1万残ってますので、これを出しておきます。まあ、念には念をというところですね。使わないですれば一番いいと思います。石川数正から、一斉焼き討ち。労力5を使って金銭も1万と、だいぶ、コストがかかりますけども、なかなか面白そうな検索があるので、実行に移しましょう。うまくすればね、一気に秀吉の二条城をダッシュするチャンスがやってくるかもしれないですよね。織直政が寝返りに落ちてくれました。織直政の能力もね、どれも平均を上回る、そういうパラメータ設定になってます。さあ、これで高取城攻略完了しました。織田家、滅亡ですね。まあ、大量に武将を召し抱えることができると思います。が、もう氏郷、でかいよな。氏郷の能力、画面の右側に出てますけど、ご覧のような能力になってますね。統率高いところで言うと、あと別所長春。このあたりもね、使える武将だと思います。武勇では、やっぱり前田慶次。
これも嬉しいですね。あとは森永吉なんかもいますね。はい、ではこれ全員一旦投与を試みましょう。53メートル投与に成功。稲葉だけですね、投与に失敗したのは。感謝いたします。さあではこの後はですね、一気に秀吉との決戦の様相をね、作っていきたいというふうに思います。はい、ではちょっと短いですが、今回はキリがいいのでここまでにさせていただきたいと思います。機内に一部生き残っていた織田家、これを排除することに成功したので、この後はですね、秀吉との全面戦争へと突入していきたいと思います。まあ、その前哨戦としてですね、上杉景勝に支援を要請して、北陸北の庄、ここの攻略を行ってですね、秀吉の主力がその防衛に出陣したらですね、一気に機内、ここを狙っていきたいと思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、その様子をお届けしていきたいと思います。